ミルクサッカータレビ井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。やってまいりました。先生、今回は役割分担シリーズ松本山雅平。待ってました。わかりやすい短い時間でパパッとね、と今のあの本当にこの試合何試合か見てのやつでしょ。はい、そうなんでございます。はい、嬉しい。シート1枚で分かる形となっておりますので。これね、前回もね、新潟も栃木もやってくれたでしょ。はい。もう試合見るのが楽になりましてね。ありがとうございます。入ってますから、これ楽しめます、これ、見て。はい。もう、はい、あの、上級者の方とか、超上級者の方も自分、ご自身で見られる、その、いわゆる、もうね、目を持ってらっしゃるんであれですが、なかなかこれ、あの、中級者、初心者になってくると、なかなかまだ分かんないよって方いると思う。なるほどね。最初のカタログ編みたいな感じでちょっと見ていただけたら嬉しいなぁ、なんていう、ね。一緒に行こう、友達にね、見せたってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。よろしくお願いします。はい、それでは、シートの方行きたいと思います。はい、こちらでございます。飛んでました。はい。はい。左側にね、今シーズンの松本のね、主なスタメンのラインナップな、並べさせていただきまして、ね、はい、はい。はい、右側にいろんな成績とか出させていただいておりますと、実は5節終わった時点で松本山がなんと22チーム中21位と、勝ち星がなくて、まあその理由が分かりやすいのが、得点が実は5試合で1点しか取れてない。そっかそっか。まだ本調子になってないっていうことですね。そうなんです。ただね、失点が5試合で5なので、1試合1点ぐらいしか取られてないんですよ。全然悪くないですね。そう、ディフェンスは OK だ。あとオフェンスだけなんですよ。なるほどね。うん。はい。全然ポジティブに取れますね、これね。そうですね。ディフェンス仕上がってきてるってことだもんね。そうなんです。そして、これね、真ん中の表というか、ピッチ上のものあると思うんですけど、これあの、キーパーがピンク、青がセンターバックで、で、水色がサイドバックやウィングバック。守備的ミッドフィルダーがオレンジで、オフェンシブミッドフィルダー黄色で、フォワード緑なんですけど、はいはい。まさに、ちょっと伝わると思うんですけど、皆さん。はい。あれ守備的ミッドフィルダー以下のその守備的な選手全体の9人占めてんの、いや、本当ですね、本当だ。これで3人ってことなんですか、DMF。はい。これでどちらかというと、コーナーキングもなかなかできてないっていうのは、なんとなくまだ分かることですよね。なるほどね。まずこう、守備から入ったっていう。受け切ろうみたいなのが見えますもんね。そうなんですよ。多分守備からはめ始めたからまだオフェンスがって話だと思ってて。これで5試合、6試合で失点5だったら、これ狙い通りってとこありますよね。得点はもうちょっと欲しかったかもしれないですけどね。はい。ということで、ここから、どんなことを松本さんがやってるのか、それぞれの選手がやってるのか、お伝えしていきたいと思います。お願いいたします。あ、これこそ役割ですね。はい。はい、これ、皆さんめちゃくちゃ面白いですよ、松本。はい。まず見てほしいのが、この11人のうちの両サイドで、一番左の富山選手と右の表原選手の2人なんです、はい。はい。左の富山選手が、今年の松本の5試合全体で全員で出したクロス本数のうちの約6割を1人で占めてます。はぁ、い、はぁ、い、はぁ、あ、はぁ、あ。1人たった1人で。掘り込み役、メイン掘り込み役。そうなんです。はいはいはい。だいたいこれ、5人、これ、あのなんか5バックの3バックのような形になってますが、基本は右サイドの表原選手ちょっと下がってきて、はい、で 4-4-2 みたいな、前選手がちょっと右行ったり、はいはい、そんな感じな、富山選手から基本的にクロスがバンバン入ってくるよと思っていただければ OK ですと、はいはいはい、外って書いてますからね、名前にもね。そうなんです。しかも山の稜線なんてもう本当アルウィンじゃない、もう言ったら本当に。まさにそうですね。素敵よね。表しちゃってる、表しちゃってる。うん。ちなみにチーム2番目のクロスサーがですね、左のセンターバックの時田選手なんですよ。はあ。これ面白くないですか？センターバック左でしょ？だから、もし富山選手に何かあったら、時田選手が上がってクロスの。なるほどね。外側からですか？内側からですか？もう内側でも外側でも行っちゃう。へぇ。3番目が前線の河合選手なんですよ。クロス、もうクロス左やんっていう。あ、じゃあもうそうなんだ。そうなんです。はあ、はあははあ。でまた今度面白いのが、じゃあクロス左から放るってこと、じゃあ右側の方々何してるのかと。表原選手と、あと途中交代でよく入ってくる高卒ルーキーの横山歩夢選手ってのがいるんですが、この二人よく右側にいるんですけど、右側はドリブルの攻撃が多いんです。ああ、なるほど。左からはクロスで行きます。右側からはドリブルで突破します。はあはあはあ、それが攻撃になってるみたいなんですね。左右でちょっと変化をつけてるわけですね。そういうことなんです。はいはいはい、はい。それが主な攻撃パターンですね。はい。左と右とって感じになっていますと。で、あとは守備でじゃあ一体何してるのかって感じなんですが、このチームは守備が本当に面白いんですよ。はい。まずは2トップに入ってる一角の河合選手。はい。彼がどこまでも追っていきます。
あー、下がってくる。そうなの。前から抜かれてから追ってくる。そうなんです。なんなら時間帯によっては5、4、1とかすらあり得るぐらいに、川井選手がどこまでも後ろに下がっていますと。へー。それでいて今シーズン1得点唯一してないこの川井選手の得点ってのも面白いですよね。あ、もうダイナモ的な。そうなんです。はいはいはい、すごいね。そういうことをやってる。うんうん、うん。でも、それぞれの選手見てったら、サッカーの選手は攻撃的なところでの空中戦やるし、はいはい、川井選手はどこまでも追っかけていくし。なるほど。はい、ボランチの3人はもうプレスで寄せたりだとか、ボール奪ったり、ワンオーバーなんて通さないよってところと。なるほどね。それを全部司さどってるのがど真ん中で佐藤和弘選手が。もうまさにこう、タクトを振る、オーケストラのような感じ。なるほど。はいはいはい。あったりするよって感じですね。はいはいはい。で、ただ全体的に多分守備から入ったからラインがちょっと低めになってるところがあったりとか、うんうん、多分クロスがね、あのめっちゃ出してるのはあるんだけど、ちょっとなんか まだまだなかなか合ってないのはあるんですが、うん、はいはい、あの回を試合を経るごとにクロス成功率が上がってってるんですよ、はい、このチーム全体で。はあ、もうそれはね、あの開幕前からメンバー見た時に先生言ってましたもんね、狙いじゃないかと。 そしてスロースターターかもねっていうことも言ってましたもんね、うん、そうなんです、はい、なんでおそらくクロスでそろそろあと 2,3 試合後ぐらいからバシバシハマってくるでしょうから、はあ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 、ちょっとそろそろ見に行くの、ちょっとね、あの春の陽気も出てきて、うん、そうだね、いい感じのタイミングで松本さん、ガンガン入ってくるんじゃないかと。あとそういう狙いがあって、こういう役割があんだって思ってみればね、それが、うん、何をしようとしてるのかが分かった方が面白いですもんね。そうなんです、はい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 、これは面白いね。だからこう例えばセンターバックの一角に本来はサイドバックの下川選手とか、はい、なんだろう、もしくは高木俊也選手とか入るかもしれないんだけど、うんうんうん、もしそれが時田選手のところに入ったら分かりやすいですよね。あ、なるほど、彼の代わりに守備をするっていうよりも富山選手の代わりに彼がクロスをするんだなんてこととかね、見ながら、この役割分担表見ながら見ていただけるとちょっと分かりやすいかもしれないので、ぜひぜひよろしくお願いします。こう、ね、名前で覚えやすいですか、いろいろね。もちろんシュートさんでしょ、全然、はい、ねえ、エアバトルパスカット、ね、高人さんですから、これね、高って字いいですよね、高そうですよ。外山さんですからね、え、ね、ドリブラーが表原さんですから、なんとなくね、なんかね、なんとなく、ね、ゲンタさんっていうね。前、高行くと、前にプレッシャー。そういうことですよ。で、バランスは、和の字が入ってますから、これね。そうなんですよ。そうなんです。いくらでもいけますね、これね。さすがでございます。地上戦はのっていう字が入ってますか、大野さん。うん。ね、大いなるグランドをね。はい。そうでございます。ということでございます。そんな、役割分担もありがとうございます。いや、また楽しみになってまいりました。ぜひね、はい、ご参考にしていただきたいと思います。先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー、ぜひチャンネル登録、いろいろやってますんでね。いろんなチームやってますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。高評価ボタンも押していただけると嬉しいかなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、井上真央でございました。ノーミルクサッカーでした。ミルクの先も楽しんでまいりましょう。楽しみです。ありがとうございました。